はい、始まりました。フットボールアンダーグラウンド FUG、ウルトラス埼玉、吉澤浩一と勝野さとしが、進めてまいりますということで、お送りします。慣れませんけれど、はい、おじさん2人で、はい、YouTube やっていこうじゃないかと、行こうとおことになりましたけれど、はい、簡単に自己紹介をしてみようかなと思います。はい、私吉澤浩一、50歳でございます。職業は、サッカーのことを、サッカーライターですね。サッカーライター、こっちの方、こっちじゃない、こっち、こうでもないです、こうなんですけどね。はい、あと、ライフワークとして、はい、サッカーの指導の方を、はい、ざっくり言うと20年くらいですかね。長いね。やってまいりました。うん、はい、さいたま市、旧与野市の、はい、中学校で、外部コーチ16年半。名前出しちゃっていいの？あ、大丈夫ですよ。与野南中学校だったよね。はい、16年半やりまして、その時に、はい、伊那にある国際学院高校ですよね。これ埼玉県じゃない人は分かんないですね。伊那っていうと長野だと思っちゃうと思うんで、埼玉県の伊那市にある、はい、国際学院高校のコーチをその時代5年間くらい兼務しておりました。はいはい、最近では、3年くらい前になるかな、浦和学院高校のサッカー部の外部コーチと、あと常勤のコーチをですね、はい、後半なんですけど、後半1年は常勤になったんですけれど、はい、監督がグランパスにいた森山康之が監督をやっている時に、ね、コーチとして、はい、ちょっと手伝わせていただきましたということで、国際学院の時の監督さんは、うん、田口光さんですね。ね、この前。はい。あ、そうですね。去年亡くなられたんですけど、はい、デブ。メーラン親父って言って、はい、自分にたくさんのことですね、指導のことを教えてもらいまして、はい、秋田警報大学、今は名誉高校だったと名前変わったんですけど、秋田警報大附属高校、その後青森山田高校、はい、あとは高校サッカーだと石川の遊学館、はい、そして埼玉の国際学院高校の監督をされてですね、はい、国際学院だけは全国大会行けなかったですね。なるほど。はい、やっぱ埼玉の壁は厚かったなって、よく言ってましたよ。それ田口さんもおっしゃってた、言ってましたね。埼玉は簡単じゃないね。なるほど。で埼玉で勝ちたい、はい、田口さんの話もゆくゆく、そうですね、ゆくゆく、ちょうどね、勝野さんもね、お子さんが、そう、それくらいの時だったんですね。お誘いいただきましたよ。お誘いいただきました。はい、で家族は3人で、はい、息子は中学校1年生でサッカーやってます。はい、サッカー小僧、そうですね、サッカー小僧、強制なのかな、やらされてきて、でも好きだからいいんじゃないですかね。ストライカー、そうですね、さ、点取るのは上手かな。はい、点取るの好きですね。はい、大体小学校の6年間で、850点ぐらい。すごいわ。それ数える方も数える方ですね。そうですね、ノートつけてる。あ、そうです、ノート、今の時代なんで、インターネットにそういう感じで、ビボログですね、人に見せるっていうよりは記録しといてあげることが大事かなって、親父なんてそんなことしかできないから。いや、すごい、それをね、ちゃんと記録するってことはすごい。あれですよ、5年生の浦和の少年団に入ったのは実は5年生の7月なんですよ。うんうん、それまでは浦和の少年団って最初いたんですよ、北浦和少年団に。はいはいはい、うちのせがれ、はい、北浦少年団、名門北浦少年団にちょこっとだけいて、はい、その後に6FC で少しいて、うん、3年生だけど6年生の試合とか出してもらえて、すごいですね、人数いなかったからですね。うん、でも、その頃も点取ってました。うん、で今の高校1年生の子とかと一緒に出たのかな。で、川口にあるアイシングっていう新しいクラブだったんですけど、はいはいはい、そこで、1年半かな、はい、1年半くらいやって、うん、
で大曼木少年団っていうところに行ったんですよ。大曼木少年団に7月5年生の7月にいて、卒団までにぴったり500で、すごいぴったり、あのトレセンとか別でね、まあ、少年は1日3試合ぐらい平気でやるにしても500、そうですね、500点でほとんど映像に残ってるから、うん、あのまあいいですね、結婚式でいっぱい出せますね。まあ、まあ、確かにそれ、あのその動画見ました、私もいっぱい。いいねいいね。あ、まあ、あの見せびらかすっていうんじゃなくて、そういうのね結構探してみるとないんですよ。ないかもね。あの何点取ってるとか、はい、あのやっぱ見たいじゃないですか。J リーガーで日本代表で子供の時からこんな点取ってるみたいなの出てくるじゃないですか。出てくる。そうすると見たいんだけどなかなか探せないんですよ。確かに。まだ時代が違かった、はいはい、これからは出てくるかなと思うんで、うん、あのうちの学校どうこうじゃなくて、あ、こんな風にしてあの点取る子いるんだなとかいうのは、まあ一つ置いとこうかな。まあまあ確かに、うん、あのまあ手軽な話は置いといてたんですけど、はいはい、まあそれが簡単に、まあ、あと昔、はい、浦和レッズのゴール裏で、まあ、ちょっと元気を声出してました。それこそね伝説の、いやそれこそ、それがあんまり映像に残ってないんですよね。残ってないよね、やっぱりね時代なんで、うん、あのそんなに自分も見てみたいですもん。クレイジーコールスっていうところにいて、まあ、あの当時はねコールリーダーとかそういうのなかったんですよね。名前もなかったじゃないですか。名前はないね、うん、だからでも見ればわかるから。そうですね、まあ、あのボスの一人だったことは確かです。はい、というところでですね、はい、吉澤浩一の簡単な自己紹介は、はい、まあ、随分時間かかっちゃったんですけど、いやいや、まだいっぱい紹介しなきゃいけないことあるんじゃないの。まあまあそんな、そのまあざっくり、ざっくり、おいおいやってきたらなと思うんですけど、はい、勝野さん、はい、私勝野さとしと申します、はい、今ここを撮影してる場所も、私の会社ウィンズ、ウィンズ西浦和の駅前のロータリー沿いで、はい、T シャツを作る仕事してます。はい。はい、ウィンズなんてなんか場外馬券所みたいじゃないですか。いやでもほら名字が勝野だから。なるほど。勝野？勝野？勝。ああなるほど。あれ初めて知った？いや、あの簡単ですよ社名が。いや勝野さんカメラマンだったでしょ？もともとね競馬の。だからそっちからかなと思ったんです。いやいやいや、言われれば、言われればそうなの。そう、勝つの単なる。ああ、そして、まあ、奥さんと子供さんに、男さんに、奥さんももうしばらく会ってないんですけど。そう、なんで奥さん若い時しか知らないです。ああ、まあまあ、なぜかって言ったら僕ら27年くらいの付き合いなんで、6年。そうですね。でもそうそう、しょっちゅう会う仲じゃないんだけど、そうですね、しょっちゅう会わないです。でも気の置けない仲っていうの、そういうのできてるみたいな。どっちかが、どっちかが呼び出せばどっちかが出てくるみたいな、まあそんな関係。そうですね、うん、そうですね、年に1回ぐらいはね。まあ最近飲みますね。昔飲まなかったですよね。一滴も下戸。いや今もいっぱい2杯でしょ先生、真っ赤になる。でまあでも、まあ、お酒飲もうよったら、いや俺飲めないんだよって言われてたなと思うんですけど。そう、最近は飲まないの。だからサッカー場では飲んだことなかった、飲めなかったから。で僕らの周り、はい、僕はまあそのサポーターの中でもバンディエラっていうグループで、はい、まあ、一応私がリーダーっていうか、まあ年齢層がちょっと高くてね、うん、若い子たちはこうちゃんのところで裸になって。僕はあの干支は一つしか違わないですから。でも一回りは違うんで、猿鳥なんですけど。13違います。はい、まあで自分のそうピッチの外、僕はどっちかっていうと、まあここぐるっと
あの見渡してもフィオレンティーナのユニフォームを履いてイタリアより、はいはいうん、でこちらはどっちかっていうとイングランドです、ね、そうですねあのイングランドあとは、まあ、イングランドとアルゼンチンですね、うんうんうん、で僕はイタリア志向が強くてウルトラ志向みたいな、うん、そんな部分のグループででも子供たちのサッカーも、どうしてもうまくさせたいっていう思いがあって、うん、まず自分が指導者資格を取らなきゃいけないな、うん、みたいな部分があってでももう三男も無事に大学終わって、はい、でもうサッカー終わってさあ僕はあのまあもともと30年前から28年前から自分の社会人チーム、うん、今県の2部ですけどで長男が監督をやって監督兼選手私はまあ代表者っていう運営だけやってますけれども、うん、そういう子供の頃からの3人を育てながら育成、うん、埼玉の育成をこうつぶさに見させていただいて、はいはい、で浦和のゲームを見たり大宮のゲームを見たり、うん、まあ長いその長いですよねそう20まあ要だって本当四半世紀でしょ、うん、そうねだからでももうちょっとするともう100年を4分の1だったのが100年もう少しすると3分の1になるんですよ、ね、そう本当にあのでもなんでじゃあここ始めたのっていうとあこの番組ね FUG どうして始めたかっていうとこのまま連絡もらったじゃないですかそう、まあ、突然電車に乗ってて最近サッカー面白くないしみたいな、まあ、フットボールサッカーとフットボールの違いは何ぞやみたいなそんな全問答みたいなことはなくてもいいんだけれどもまあ、なんか面白いことないなと思って電車乗っててふとなんか自分たちがやってきたことまたちょっと振り返ってみてもいいしなんかこう YouTube とは言わないけれども何かあの刺激自分に対してもそうだけど世間の皆さんにも何か刺激与えられればなみたいにふと思いついて小市くんにちょっとやろうかみたいふとありがとうございますいやいやいや指名していただいていやいやでもいや笠さん俺ラジオあるからちょっと無理だなって言われると思ったんだけどいやもう、うん、そうそうでもちょっとやりたいなとか、うん、やりたいなっていうか、うん、その YouTube をやりたいなっていうより、うんまあ、よくこの前も話したじゃないですか、うん、あの最近ってテレビつまんないでしょ確かに昔テレビ楽しかったじゃないですかテレビあのなんだろうワクワクした大人の世界があったんじゃないそう子供は子供で、うん楽しみあったけど、うん、大人は大人でいやあったねところが今ないでしょ僕ら、うん、見たいテレビないね、うん、で多分それは子供もそうなんですよ、うん、確かに、うん、もちろん何アニメとか、うん、そういうものはあるけど、うん、僕らの時代だったら僕らの時代ってまだ昭和ですね、うん、昭和の時代だったらその音楽だうん、歌謡曲一つだって、うん、まあ十分に語り合えるじゃないですか確かにねえいつも音楽流れてて街中に考えれば街中に流れたんですよラジオから確かにでテレビつければ必ず歌手出てきて、うん、歌って、うん、バラエティの中にショーだよね、うん、今思えば確かに全集合そうだよねでライブだからねライブじゃないですかライブですかねライブまさにあれが YouTube だったなと思うんですよ、うん、そう今でいうところので今もうそれがないでしょないねでじゃあなんかねそので特に僕らサッカーだから、うん、サッカーの中でなんかこう語り合ったりとか、うん、伝えるところがこう伝える場所があったらいいなと思うんですけど確かにそういう番組もないし、うん言っちゃいけないこといっぱいあるからね制限もあるしあそうそうね、うん、多分そこですよねテレビつまんなくなったのはうん、うん、そうだよねねえ裸出てこないし、うん、11PM 見たかったんだよ子供の頃いやだからねいやあるねサッカーの指導者とこんな話を、うん、あ
全然サッカーの指導者とサッカーの話というよりは子育てみたいな話で、はい、やっぱ年頃のね、はい、お子さんがいたと、うん、でも最近の子供は想像力豊かになんないよね、うんうん、見えちゃうから見えちゃうから、うん、そうじゃないよねって話を昭和のね昭和のこう語りをしたんだけど、ああそうなんだろうな、うん、かといってそれをこうその年頃の人たちに言ったってそれは今の時代だから、そうね、ただまあ明らかに昔とは違うのかな、そうね、そう、ただあのそうは言ってもね、探しても探せないものってあるんですよ、うん、それは例えば昔のゴールラとか、うん、だからちょっとそれをでも僕たちがその話を始めると飲み屋でもみんな聞き耳立てるじゃん、そう、ね、この前ありましたねこの前ちょっと育成の飲み会したんですけど、そうなぜあっちに行っちゃったのか分かんないですけど、うん、そう、皆さんが僕たち喋ってることを聞いてくれる、うん、あ、それもでもじゃあちょっとやろうかなっていう、うん、だからピッチの中のこともやりたいし、ピッチの外もやりたいし、うん、育成もやりたいし、うん、それからまあ町の中、ああ町の中、だから何でもいいんじゃない、フットボール関係なくてもいいんじゃない、そうだよね、うん、そのさっき言ったように、まあ、大人がそう楽しめる、楽しめるで大人の世界に近づきたいっていうのが子供でしょ、うん、望んでだから子供も、あ、このおっさんたちこんなこと考えてたんだってでも今の君らと僕らが若い頃も同じこと考えてたからね、そうなの、うん、まあ時代性は変わってるけど、カズさん3人子供いるでしょ、3人、上が33で2番目が30で23、もうあの赤ちゃんがそんなになっちゃったんですね、そうっていうくらいのこう、そうあれじゃないですか、そう、あの時間が経っててで子育ても一段落してっていうけど、はい、その、まあ、よく話すとあれですけど僕らからするとね、まあ、この住んでいる、はい、自分たちのふるさとにプロのチームがあるわけですよ、でも1チームじゃなくて2チーム、はい、でどっちが好きとかじゃなくてね、はい、まあ、あって環境としては恵まれているわけです、まあ、最高だよね、うん、でそこの勝ち負けに一喜一憂して、うん、仲間と語り合ったりとか、ね、うん、時には泣いたりとか、うん、そんなことができるんだけど、うん、でもね子供ができて自分の子供のサッカー見に行ったら、いやそれは最高だよ、こちらそうでしょ、そうですね、今進行形でだよね、加藤さんはそう、もう過去完了形だけれども、うちの今社会人のチームで長男が監督兼選手でまだプレーしてるし、ああ、うん、まあ、次男は指導者になってるし、三男は今何にもやってないけど、まあ大丈夫、うん、あのちゃんとサッカーの虫がごめいてやりたくなるから、うん、そうだとは思うけれども、うん、でも、うん、あれでしょ、小さい時からやってるから、うん、その三男の彼に関しては、うん、やっぱね、一息つきたくなる時があるかもしれないね、うん、でそれが、うん、あのそういうことも話をしたいなと思うんですけど、小学、実はね小学校でもうそういう、うん、もういいよってなる子もいるんですよ、燃え尽き症候群ね、うん、であと俺頑張っても、うん、あいつうまいしあいつみたいにはできないからさっていうのがあるんですよ、あで中学校も同じ高校まで行ってやらないって、うん、でその辺から実はね、でも俺でもサッカー好きだから、うん、ちょっと再スタート通うから、うん、ナック行くからとか、うん、っていうのもあるんですよ、確かに考えれば、だって僕ら27年前に中学生いっぱいいましたからね、うん、高校そうだよね、いたよね、知ってます、有名になったやついるんですけど知ってます一人ね、うん、勝野さんがと僕がこう初めて言葉を交わした日って、うん、勝野さんが記憶しといてくれたからよかったんですけど、鹿島戦ね、1993年の7月のそう、あの時が最初だと思うし、ところがね、うん、その日に初めて駒場スタジアムに参戦した男がいるんですって、うん、中学3年生誰だと思います誰だと思います有名人よ有名人で今やご意見番長って言われてますから、おって言われるくらいの
裏の有名人、有名人酒蔵力裏本店の今井店長です。おお、この前仕入れたネタなんですけど、彼その日に初めて駒場に売られて見に来たんですって。あいつそんな若いんです。若いんです。でも40よ。ああそうだからね、だって14でしょ足して、あの彼3月までなんで、うん、今40で、で41になるわけだから、いやそう考えるとね、まあ、まあ僕らも時間というのたったかしか思うんですけど、うんうん、そうやってほら、まあ区切りを、うん、で高校サッカーから大学行くくらいの時に一番区切りつけるのが多いんですよね。なるほどね。で大学サッカーをやるっていうそのやっぱ18歳から22歳、23歳っていうのは、うん、いろんなこと楽しめるじゃないですか。確かに。だから大学サッカーで時間取られちゃうのはななんて言ってやめちゃう子もいるわけですよ。でも本当は4-3-2って1種でやるために4-3-2があるんだからね。 そこでやめたら終わりなんだよ。そう本当はそうです。だからね、うん、長く継続は力ないで続けた子が夢を手にするのかななんて思っているところで、もうあっという間に20分ですよ。あ、こんな感じでですね、いろんな話をですね、もっと喋りたかったな。1回目だからね。そうですね、続けて2回目撮っちゃいますか。まあそれもいいんだけれども、またでも方向性はこんな感じでいろいろ、そうですね、フットボール、ピッチ、ピッチ外、そう、カルチャー、カルチャー、ライフ、ワーク、まあ、とりあえずもうサッカー、まあ、僕らの中心にあるのはサッカー、フットボールなんですけど、はい、まあ、そこに転がるボールみたいなもんですね、僕らね。確かに、はい、で名前はフットボールアンダーグラウンド、ウルトラサンダラ FUG です。フットボール裏はグローリー、はい、そんな意味も込めまして、はい、この番組作りましたんで、はい、ぜひ皆さんチャンネル登録のよろしくお願いします。お願いします。まあ第1回こんな感じで、はい、ゲストいっぱい呼びますから、次、そう、次は無理かもしれないけど、でも呼びたい人いっぱいいるでしょ。さっきの今井店長呼んでもいいし、そうですね、いろいろ元選手とかね、ね、現役はちょっと無理、ね、元選手って言ってももう27年前の選手って言ったらもうおじさんってかもう呼びましょう呼びましょう呼びましょう、ぜひぜひ、はい、楽しみに、あと皆さんもこんなことしてもらいたいなったらコメントをお寄せいただければなと思います。来てもらってもいいしね。あ、もちろんここに、一緒に出て、はい、西浦でこちらから連絡します。西浦の駅ついたら迎えに行きますんで、チャンネル登録かとりあえずよろしくお願いします。お相手吉田浩一と勝野さとしがお送りしました。